おはようございます。本日の部屋の温度は15.0、15度ですね。寒いな。こんなもんなんでしょうか、普通のお家の部屋の温度というのは。そして今日は毛布をね、毛布を布団の上に置いて寝ました。この掛け布団が下、毛布が上、このフォーメーション。ちょっと寒かったような気がしますね。やっぱ毛布が下の方があったかい気がするな。なんとショック。ここにね、前僕がよく来てたラーメン屋さんがあったんですけども、なくなっちゃってます。さあどうしよう。仕方がないので何か別のお昼ご飯を探そうと思います。どうしようかな。完全にラーメンの気分なのでここにしようかな。はい、どうもこんにちは、ゆうへいです。今日はね、ちょっと京都にやってまいりました。京都に着いたらね、とりあえずお昼ご飯としてラーメンを食べようとね思ってたので、ラーメン屋さん行ったらね、見ていただいた通りちょっと閉まっちゃってて、なんとかね、別のラーメン屋さんをとりあえず見つけて入って、食べました。そこのラーメンね、僕が思ってたな、日本のラーメンじゃなくてね、すごいなんというか中国のラーメンという感じでしたね。ラーメンというよりもヌードルですよね。それはそれで美味しかったですね。パクチーがね入ってて、パクチー苦手な人はやめた方がいいけども、京都に来たのは軽く用事があるんでね来たんですけれども、それはもうすぐ終わるんで、その後どうしようかなっていう感じなんですよね。せっかく来たのでね、すぐに帰るのもちょっともったいないですよね。ちょっと迷い中ですね。どうするか。鴨川と四条大橋。さてね、京都で何をするのか、いいアイディアは浮かばなかったんですけれども、京都市内をね、今ちょうど街中なんで、四条通りとか河原町通りとか中心地にいるので、この辺りをね軽くフラットして帰ろうと思います。四条通りのね、鴨川の脇にあるこの建物すごいですよね。中華料理屋さんなんですけどね、まだ行ったことがない。これがね、河原町通り。ただなんとなく歩いております。本当はちょっとね、帽子が欲しい気もするんですけども、どこに売っているのかわからない。どこなんでしょうね、ユニクロ。ユニクロは大阪にもありますが、ちょっと行ってみようと思います。ユニクロすごいっすよね。もうなんか買わんとあかんのちゃうかなみたいなぐらい安くていいものがたくさん置いてあります。でもね、ちょっと我慢して何も買わずに一回りだけして出てまいりました。いやいやいや、なんかこういうとこ歩いてるとマジで買い物したくなりますよね。さあそれでは寺町通りを歩いて四条通りに戻ろうと思います。これが寺町通り。錦通りがありますね。錦通りはね、結構なんつうんでしょうかね、お正月にね食べるようなものとかも売ってたりするので、なんか面白いものがあるかもしれません。すげえ人です。はい、というわけでね、寺町通りと錦通りちょっとね歩いてみたんですけども、すごい人でしたね。特に錦はすごい人でした。なんかやっぱ外国の方もね増えてきたなという印象です。そんなこんなで、やることなくなってしまったので、いよいよ帰ろうかなと思います。四条通りからね、烏丸の方行って、そこから阪急でも乗ろうかな。ようやくね、烏丸駅に到着しました。なんかこの辺久しぶりすぎてよく分からなかった場所が。
さあ、それでは晩ご飯にしたいと思います。いやね、1ヶ月ぶりぐらいに京都に出たんですけども、なかなかのにぎわいですよね。っていうか、まあその街中にね出たのも久しぶりなんですけどね。僕気がついたらね、もうかなりの引きこもりになってしまっていて、もう人に会うこともないままね、このままなんつうんでしょうか、年を越すのかなみたいな、そんな感じではありますよね。ちょっと自分自身ね、ちょっとだんだんと自分大丈夫かっていうね気にはなってきてるんですけれども、まあちょっと晩ご飯にしようと思います。クックパッドで調べた感じ、小松菜とナスと厚揚げの煮浸しっていうのがねあるんですけれども、まあ厚揚げないんですが、この2つで、まあ炒め物ですね。小松菜はね、このこういうところにね土がねついてたりすることがあるので、それはちょっと取りたいですよね。まあでもざっと見てなければいいかもしれないですね。よしね。小松菜はね、もうこれ焼いちゃえばね、もうなんか10分の1ぐらいのサイズになるんでいいとして、ナサビはちょっと違うんで、なんかね調子に乗ってこの大量に買ってしまったんでね、おー、ナスビめっちゃ匂いする。それではね、味付けを先に作っておこうと思います。醤油1、みりんも1ぐらいかな、酒もまあ1ぐらい。そして今回はね、このだしの素、こいつを入れると思います。 OK。 さあ、それでは焼けてきたので、これをね味付けをやろうと思います。さあさあ、そんなこんなでね、出来上がったこの小松菜とナスビの、なんて言うんでしょうか、煮浸しのつもりなんですけどね、まあ炒めただけっていう。ナスビこんな感じ、どうなんでしょう。いただきます。やっぱこのナスビはうまいですね。このナスビ料理極みたいな。うん、僕ね、ナスビ好きなんですけど、噛んだ時のキュキュッと感が苦手なんですよね。キュキュッと感がしちゃうとね、なんかこう鳥肌が立つ。さあ、今お風呂入ってきましてですね、ドリンクは弾けるトマト、まあジュースなんですけど、これちょっと飲んでみようと思います。いいよ。なんかこう最近ね、こういう珍しいものも飲んでみようかと。はいはいはい、なんとなく薄いトマトジュースで炭酸入りみたいな感じです。レモン&リンゴミックス。なるほどね、レモンとリンゴと、あとトマト汁が 40% 使用。うん、それなりの美味しい。はい、というわけで今回の動画はこの辺で終わろうと思います。今日はね、なんやかんや京都に行ってね、よかったなっていう感じがしますね。こうずっと家にいると、自分でも気づかないうちになんやかんやとこう精神の状態が悪くなって、それに気づかないうちにどんどん悪くなってっていうね、そういうこう循環があるのかなとも思いました。なんかね、とにかく最近もう人と喋ることもないし、出かけることもない。さすがにね、これ冷静に考えたらそらあかんやろっていう気はしますので、ちょっと今後はね、無理やりにでも出かけて、お散歩したりとか、ちょっとね、何でもいいから買い物してみたりとか、そういうのも必要かなと思いました。はい。今後はね、健康に気をつけて生きていこうかなと思います。はい。というわけで、このチャンネルではこんなね、僕の日常動画をいろいろと上げております。以前はね、ドイツに住んでいたので、ドイツの動画を上げていました。そして今現在、なんやかんやあって、一人暮らしの無職の動画を上げております。もしよかったら他の動画もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
次はどこ行く？